では最終試験の課題を発表しろ。ファンタジアにふさわしい最高のクロワッサンを見せてくれ。いろいろ聞きたいことはあるが、まず一つ。河内貴様、その炭の塊は何だ？クロワッサンです。とんだ素人が紛れ込んでいるようだな。クロワッサンはクロワッサンでも、クロワッサンか。焦がさず焼成させるのは基本中の基本だ。ワイカでこうなるのは知っとったわ。せやけどあいつが。おい、あの嬢ちゃんとどこ行っとったんや。そんなことよりクロワッサンどうなった？とりあえず通常の温度設定で焼いてみたんや。言うた通りこのありさまやで。ダメだこれじゃ。だから言うたやないかい。焼きが甘えよ。焼きがもっと焦がすんだ。もっと焦がすやで。言ったろ、重要なのは中身だって。その後はこれじゃな。な、やないでほんまにもう。こんなんでほんまいけるんか、ジャパン太郎。34番、35番がいないようだが。そういえばジャパ、いや、アズマがおらへんわ。それにあのお嬢ちゃんの姿もあらへん。まさかまた二人でどっかへ。アズマさんならこの採用試験を辞退しましたわ。なんやて。お嬢ちゃん、それにあのじいさんは、あずさ川さだなお、ファンタジアグループのオーナーや。本で見たことあるわ。なんでそのオーナーとテスト生であるはずのあずさ川月乃が。あずさ川、どうせ彼女はあずさ川オーナーの孫娘であり、まだお若いがファンタジア南東京支店を任されている。なんやて。そういうからくりか。ちょっとした気まぐれでテスト生に紛れ込んでいたが、採用試験には関係のない人間だ。内緒も何もそんな必要全くないので。そういう意味やったんかい。ワイの不正をチクるも何も採用サイドの人間やねんからな。くっ、終わりや。アズマのアホが辞退したんもこのことに気づいたせいやな。チッ、ワイだけ晒しもんかい。こんな奴とスワバラの一騎打ちとは、つまらん展開になったが、裁定は下さねばならん。ただいまより、最終試験の試食を始める。炭なんぞ食いたくもないが、仕方ない。試食は約束だからな。食ってやる。まだ触んなや。なんだと？わいは終わりやとしても、せめて作品は完成させる職人ちゃうわ。ほんまに出よった。月が出よった。夜空に浮かぶ三日月や。なんということだ。炭の中から見事な焼き色のクロワッサンが。味は。こちらヒューストン、アポロ12号応答せよ。こちら12号、ただいまより月面に降り立つ。お口の中をくるりと回る軽やかな食感。作った人間にとっては小さな一個のクロワッサンだが、パン業界にとっては偉大な一歩となる。なんとも言えん歯応え。一体何層ある。1、2、4、5、6、7、いやー、300層以上だ。砂糖を加えた生地は焦げやすい。だがそれをあえて増長させるためにここまで極薄の生地にしたのか。見たか、これが厚さ1ミリ、324層マイナス10層のクロワッサンや。一番外側の10層ほどは食う部分じゃねえんじゃ。旨味を閉じ込めるためのものなんじゃ。プラス6点。プラス6点。ワイの8点と足して14、スワバラを4点も引き離しよった。次、
スワバラのクロワッサンを。まあ待て、俺にもそいつを食わしてくれねえか。ええー、けど。うわっ、うわのけぞる、まさか。参ったな、うめえわ。俺のより。